皆さんこんにちは、山本かおるです。トコモスクエア TV の時間がやってまいりました。解説していただくのは株式会社コモディティインテリジェンスの近藤雅代さんです。近藤さん、よろしくお願いいたします。はい、します。それではまず先週の東京商品取引所の価格の動きから見ておきましょう。2016年5月20日までの週の金標準品価格は、週始め5月16日の4425円から始まって、週末5月20日の4421円まで4円下落しました。金標準品価格の週内の高値は4453円、安値は4420円、その差は33円でした。プラチナ価格は76円下落して、週末の終値は3601円でした。ドバイ原油価格は3万690円から始まって、週末の5月20日の3万2270円まで1580円上昇しました。ドバイ原油の週内の高値は3万2270円、安値は3万1210円、その差は1060円でした。ゴムの価格は9円30銭下落して、週末の終値は163円10銭でした。トウモロコシの価格は200円上昇して、週末の終値は22350円でした。一般大豆の価格は480円下落して、週末の終値は47950円でした。日経平均株価は344円上昇して、週末の終値は1万6736円でした。ドル円は1円17銭円高となり、週末の終値は110円14銭でした。次に海外の商品価格です。ニューヨーク金は1272ドル80セントで始まり、1252ドル40セントで終わり、20ドル80セント下がりました。ニューヨーク原油は46ドル28セントで始まり、47ドル75セントで終わり、1ドル47セント上昇しました。シカゴトウモロコシは 390.25 セントで始まり、終わりも 390.25 セント変わらずでした。シカゴ大豆、セントビ63セントで始まり、セントビ 74.25 セントで終わり、11.25 セント上昇しました。はい、それでは次に今年初めからの商品価格の動きをグラフを追って見てみましょう。はい、最初は東京貴金属価格ですね。ですね、はい、年初から東京貴金属 8.6% 上昇してますよね。ただそれ以上の銀が 9.7%、ね、あまり銀を見てなかったので申し訳ないんですけれども、はい、これはどうしてなんでしょうか。そうですね、銀をずっと遡って見てみたんですけれども、はい、あまり、銀特有の事情は特になかったんで、じゃあファンドかなと思って、ファンドの縦玉を見てみました。そうしますとですね、次のページで、これがちょっと細かい字で申し訳ないんですけども、はい、右の青いところにですね、ここにあの3つ、まあ、最初の頃からずっと買っていて、3月中まで買っていて、それで一回、利買をしてですね、はい、その後4月の19日からですか、3週連続で買っているということがありますね。それも利買をしているんですけれども、じゃあファンドが買ったっていうことが、はい、そういうことですね、この価格の上昇の原因だということなんですね。はい、次のこのグラフ、ちょっと紫の色の、はい、線のグラフが見にくいかもしれませんが、左側は縦玉と、価格の関係、右側はネット改ざんと価格の関係なんですけども、はい、どちらも 0.80 とか 0.845 という、まあ、非常に高いですね、性の相関を持ってまして、はい、まあ、ファンドが買ったから価格が上がった、まあ、どっちが先かちょっと分かんないんですけども、いずれにしてもそういうファンドが動かしたということがあると思いますね。はい、まあ、銀の場合はですね、どちらかというとその他の商品よりも、まあ、薄いっていうか出来高が少ないんでですね、はい、少しの買いでも価格が上がりやすいということがあるんじゃないかと思いますね。またそれと東京商品取引所の金標準品価倍率がですね、1000倍なんで、まあ、1枚買いますと 1000円なんですね、はい、で銀の場合は1万倍なんで、1円動きますと
1万円変わるということでございます。まあ、ちなみに先々週から先週末、はい、松戸市を比較しますと、その1週間で金は1円動きまして、ね、銀は2円動いたんですけども、はい、金の場合は1000円の損益というの意味では1000円だったんですが、銀は2円なんですけど2万円違った、20倍の差が出てますね。やっぱり銀の方がより投機的だ、はい、っていうことですよね。その通りですね。はい、じゃあ次に石油を見ていきましょうか。はい、石油の価格です。東京原油ですね。はい、原油しますと東京市場は、はい、まあ、東京原油 11.9% 上がってますね。はい、上がってますね。はい、まあ、ちょっと7本、あのグラフで言いますと、はい、そんなに上がりがきつくないんですけど、次のグラフの、うん、ニューヨークの方を見ますと 31% ですから、非常に右肩上がりで高く上がっているということが分かりやすいですね。はい、このなんていうか、うん、色がちょっと濃いやつですね。はい、それが原油価格でございます。はい、あの先ほどの貴金属もそうですし、はい、この原油価格どうして上がってるんでしょうか。そうですね、あの前も先週も言いましたけれども、うん、はい、米国の FRB による利上げの可能性が高くなりますとドル高になって商品が安くなって、はい、逆に利上げがないだろうと思われますとドル安になりまして商品が高くなるという関係が今でも見られます。うん、ですから、この1週間でですね、はい、どちらかというと、うん、ドル高になったってことですね。うん、ドル安になったってことですね。そうですね、すいません、次のグラフなんですけども、うん、はい、右肩下がりで下がってるってことが分かりますね。円の場合は逆、同じように重なってますけれども、うん、円が安くなるっていうか数字的に下がりますと円高になりますので、はい、ほとんど重なってますよね。うん、はい、まあ、あのこれまでドル安、はい、円高の動きだったのがここに来て急にドルインデックスが高くなっているという逆ですね。ごめんなさい、ね、逆ですか。あ、このところはね、あ、はい、あの直近はそうなんですけど、はい、これまでは逆に円ドル安で円高だったんですね。これまでは円高だったんですよね。はい、この最後のところだけちょこっと上がってまして、ちょこっと、はい、これは何が原因なんですか。こいつはその先週の話なんですけども、はい、これがそのいくつかの経済指標が出まして、ちょっと長くなりますけど説明しますと、はい、1番目は小売売上高、4月の小売売上高が 1.3% 増となり2ヶ月ぶりの増加、つまりまあ良いということですね、経済が。うん、次に4月の住宅着工件数も好調で 6.6% で11万7千戸になりましたということがございまして、はい、4月の中古住宅の、うん、中古住宅の、行き過ぎちゃった。すみません。はい、中古住宅件数もですね、ここにはちょっとグラフがないんですけれども、うん、1.7% の545万戸になりました。うん、それから消費者物価指数が出まして、はい、CPI は 0.4% 上昇と、まあ、3年3ヶ月ぶりの高い上昇になっています。はい、それから、先週公表されました FOMC の議事録ではですね、大半の委員が労働市場の改善とかドル高が一服したり原油価格の底入れがあったり、まあ、中期的な物価上昇、物価目標の達成が期待していまして、はい、雇用状況や経済成長、物価動向でそれぞれ改善が確認されれば利上げは適切、つまり利上げすべきだというふうに述べてまして、はい、アトランタ連銀のロッカート総裁はインフレ率の上昇気配が見えるということを言ってます。したがって6月の利上げはあると言ってます。うん、またサンフランシスコ連銀のウィリアム総裁も年内には 2,3 回利上げがあっても当然だと言ってます。はい、またボストン連銀のローゼンブルグ総裁は投資家は FRB 利上げの姿勢を正しく読んでいないと言っておりまして、ダラス連銀のカプラン総裁は英国国民、まあ、英国の23日の問題があるとしても利上げを支持すると述べています。はい、6月かな7月か市場ではですね、ほぼ利上げ6月にあるという予想は 10% 以下なんですけども、このように今回の先週のですね FOMC の議事録、あるいはその後の各連銀総裁の話で
ありそうだなということも出てきまして、うん、はい、まあまだはっきりしないですよね、まあ、そういうところにちょっと反応したっていうところなんでしょうね、はい、はい、原油の需給はどうなんですか。そうですね、原油の需給はですね、うん、これがそうなんですけども、OPEC のから出ました5月号のオイルマーケットレポートによりますと、はい、今年の、世界の原油の需要がですね、日量9418万バレル、一番右の橋の上の方なんですけども、これに対して非 OPEC の原油供給量は6269万バレル、はい、非 OPEC ですね、はい、これには、まあ、OPEC の原油、つまり石油、天然ガスなんかから作るやつも含まれております。6269万バレルで、その差が上から下を引きますと3149万バレルになります。はい、ところが4月に実際に作っている、OPEC が生産しているのは3244ですから、うん、実際問題は95万バレルの供給過剰であると、まあ、3年連続の供給過剰と、このグラフでずっと遡りますと、まあ、赤いところが、供給不足だったんですけども、最近3年間は供給過剰に、2014年からはそうですね、3年間が供給過剰になっていると、ね、じゃあこの原油の供給過剰な状態がずっと続いているっていう、はい、そうですね、ことなんですよね。そうなんです、民間財務なんかもですね、はい、OECD、まあ、ご存知の通り、毎月増えてまして、3月末の OECD 諸国の民間在庫は、3兆4900万バレルとなっています。これ過去5年平均よりも3億1500万バレル多い、右肩上がりにちょっとこの茶色グラフなんですけども、はい、上がってるってことがわかると思います、うん、でもそんな供給過剰の状態なのに、はい、原油価格上がっていますよね。そこは難しいところでございまして、はい、全体的には供給過剰なんですけども、まあ、ナイジェリアとかリビアとかですね、あるいはカナダなんかもあるんですけども、生産の支障が若干起こっていると、はい、このグラフを見ていただきますと、ナイジェリアが若干こう右肩下がりに、これは内乱で石油のパイプラインを洞窟というか持っていっちゃうわけですね、はい、それがありまして、だいぶ減っていますと、うん、リビアは東と西に分かれてまして、はい、西の勢力と東の勢力が、まあ、争ってまして、リビア国営石油会社も分裂しちゃってまして、東の方で生産されるんですけども、西の方の港から出荷するんですが、うん、港の閉鎖がありまして、このように、まあ、減ってるわけですね。最近はそれを、はい、直したところもある、直したっていうか今日協定を結んで、はい、先週ですけども、西の港から一回出港が できたのはありますけどもね、こういう事情があって、はい、供給過剰ではあるけれども、はい、価格は上がってるんですね。それで先週ゴールドマンサックスがですね、はい、これまでは、まあ、ゴールドマンサックスといえば20ドルになるという非常に弱気の予想を出してたんですけども、はい、一転しまして、50ドルになるだろうと、まあ、50ドルって今の値段にほぼ近いんですけども、はい、今年年間平均で50ドルになるだろうというふうに非常に強気の見方に変えています、はい、ただ、まあ、ゴールドマンサックス、まあ、なんでそういうかというと、一つは、まあ、原油の生産量、アメリカの生産量が減ってくるってことがあるんですけども、需要の方も、日量140万バレルと見てます。まあ、去年から今年にかけて2015年から16年にかけての増加が140万バレル増と見てまして、先ほど申し上げました、はい、OPEC は120万バレル増ですから、まあ、OPEC よりも需要の伸びを強く見てるんですね。まあ、インドの需要が増えるということを言ってます、はい、ってなことですけれども、また、ゴールドマンサックスは、来年の、まあ、今頃ですね、まあ、また、少し価格が下がるだろうと言ってます。ですから一本上昇に上がるとは見てませんけれども、はい、はい、それではその他の価格も見ていきましょうか、はい、そうですね、はい、東京穀物価格ですね、そうですね、はい、まあ、正直的な傾向ですよね。そうですね、トモロシもちょっと横ばいってところですかね、はい、しかも穀物価格が上がってるんですよね。これは、今日はちょっと時間がないんで説明しませんけれども、
基本的にはなんていうかな、トウモロコシの在庫なんかは世界の在庫はほぼ横ばいでございまして、全然増えないということなんで、増えも減りもしないんでですね、はい、科学的に、そんなに今のところ、大変たくさん3割ぐらい前年度から多く生産しますので、アメリカがですね、それとまた今クロッププログレスがちょうど最盛期なんですけども、この、非常に天候が良くてですね、作付けが順調に行われているということでございまして、はい、大きな問題はないということは今のところ言います。ただ、うん、7月の4日前後が一番のなんていうか、はい、メーティングをするんですね。つまり、オフシベとメシベが受粉しまして、はい、そこで実がなるかどうかが決まるのが7月の第1週なんで、はい、まあ、トウモロシの場合、大豆の場合はその次なんですけども、はい、この辺の天気が非常にカンカン照りで、なんていうか雨が降らないとですね、うん、乾いた乾燥気候ですと、はい、メーティングがうまくいかないんでですね、うん、そのところがまだこれから、うん、まだ分かりませんから、はい、7月の第1週まで待たないと分かりません。あと1ヶ月ちょっと、はい、待っていただかないと、その辺は分からないということですね。はい、これは日経平均とダウ平均なんですけども、はい、まあ、日経平均は右肩下がりで、うん、9.8% 下がってまして、ダウ平均は右肩上がりで、まあ、若干ですけども 1.7% 上がってるという、ちょっとなんていうか違いがありますねという話ですね、はい、ただ最近ダウ平均も下がってますけど、はい、ドイツとこれフラン、まあ、フランスを書くとねちょっとサイズが合わなくなっちゃうんで、はい、ドイツとイギリスと書いたんですけども、まあ、まあ、イギリスはちょっと右肩上がりですけど、最近6月23日の投票がありますから下がってますね、うん、はい、ドイツも今下がってますねという話が、やっぱりイギリスが出てくと、悪くなっちゃうということで、うん、両方も下がってるわけですね、はい、からこれはインドと、中国なんですけども、インドは景気が良くてですね、中国は景気が悪いという話ですね、うん、まあ、過剰設備がどこで解消されるかっていう、今日の日経新聞なんかにも載ってますけども、まあ、非常に問題になりますね。結構差が出てますね。そうですね。それからこれはロシアの、はい、ロシアとブラジルはたまたま同じ右肩上がりに、つまりその前が非常に下がってたんで、うん、株もそれから為替もそうなんですけども、はい、下がった分だけ上がってるというのがロシアとブラジルの状況ですね、うん、非常にこのなんていうか線が同じラインだったのが、ね、18% 19% ですから、はい、まあ、新興諸国の、下がってたものは同じような勢力で買われてるってことですよね、はい、最後にロシアユーロドルと英ポンドですけども、先ほど言いました、イギリスの問題や東洋の問題ございますので、はい、まあ、若干ポンドは横ばいでユーロは高くなってますねということですね、はい、ロシアルーブルとインドルピーがこういうことでございます、はい、うん、もう一つ人民元と、はい、ブラジリアルでございますけれども、人民元は今は元安になってますということですね、はい、じゃあ最後に、はい、今週の予定をちょっと見ておきましょうか、はい、そうですね、注目は何ですか、まあ、関係ないですけど昨日の錦織さんがですね、はいはい、2セット取りました、あと1セット雨で流れちゃって今夜やるんですけども、はい、2セット連続で第1試合を戦ってますね、強いですね、はい、私も見ていました、はい、途中で雨で何度も中止になっちゃったんですけども、あとユーロ財務省会合っていうのがあって、サミットがあって、はい、まあ、オバマさんが広島を訪問するっていうのが行事として見られます、はい、まあ、あとは特に大きな問題はなくて、アメリカの3つのですね、仕様が出ますねというところで、今週はそれほど大きなあれはありません、はい、はい、というところで、はい、今日の内容を全部お伝えできたでしょうかね。そうですね、はい、それではこの辺で、はい、本日のトコムスクエア TV 失礼したいと思います、はい、最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。コメンテーターは株式会社コモディティインテリジェンスの近藤正代さん、はい、そしてお相手は山本香織でした。また来週月曜日の夜8時にお会いしましょう。それではさようなら。